フィヒテルベルク。フィヒテルベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政官区バイロイト軍に属する町村以下、本校では便宜上、町と記述するで、州内で著名な保養地である。フィヒテルベルクは、フィヒテル山地の中央3階、奥前コプフ山の南東六に位置し、フィヒテル山地自然公園内で最も高いところにある町である。 フィヒテルベルクはヨーロッパの主要分水海に位置する。ノイバウ地区の山上に湧き出したシルマイン川、マイン川源流の一つは西に向かってライン川に注ぐのに対してフィヒテルナープ川は南へ向かいドナウ川にその河口を広げている。フィヒテルベルクは1857年からオーバーフランケン行政管区に属している。この町は公式には3つの集落からなる。 フィヒテルベルクという名前の由来、これは、フィヒテル山地も同じなのだがは、この辺りに濃密なドイツ頭皮、フィフテの密成地区があったことに由来すると推測されている。花粉による研究から、この付近の地名が命名された時代、バイエルン北部には、ブナから、モミ頭皮のコン根コリ林が広がっていたことがわかっている。鉱石の採掘と精涼の結果、紅葉樹は切り倒され、成長の早い頭皮が、 工業燃料、原料として植林された。まず、1317年に、ビサンバーグという名が、文献に現れるが、これは聖イ,イト港のある山、すなわち現在のオクゼン前プフの山の名前である。ここから後に、ビクトルあるいは、フィクテルと変形してゆくが、これらの名称は現在でも、土地の言葉で使われる子がある。そして、これがいつの間にか、 フィヒテル産地全域を指す言葉として拡大解釈されていった。文献上、ビクトルパーグという集落に初めて言及しているのは1508年のことである。フィヒテルベルクの村の歴史は1602年に共同工業者組合、フィヒテルベルク、グライシンガー・フェルスの神が下された金属鉱山ができ、本格的な鉱山採掘活動が行われた頃から始まる。 1600年頃には、現在のノイバウ地区やフィヒテルベルク地区がある、フィヒテルナープ川の渓谷最上流部とその周辺の道もないような原生林があっただけだった。急勾配の斜面とみるみる高くなっていく高地は17世紀の初めまで中央3階の中に入植者が入ることを妨げていた。1478年にはすでにこの地で鉄鉱石の採掘が始まっていたのだが、 わずかな個数があるだけの入植地域は、南から、ゆっくりと、その領域を広げていったのである。1602年に、ヨハン・グラザーは、グライジンガーフェルス、現在のヒュッテン地区とノイバウ地区の中間点付近の6人の、有力な資本家からなる、鉄鉱脈の探索のための、共同工業者組合を設立した。当時としては、最新式の効率的な精錬用用鉱炉を備え、 利益をもたらした。溶鉱炉、鍛事や鋳物の作業には大量に必要とされる木材は、周囲に広がる森に十分に存在していた。また、作業の動輪とも言うべき水はまずは、十分に、後には足らなくなるのだが、マイン川やシュタイナハ川の上流地域から容易に、水路を巡らせて迂回させることで調達できた。製鉄産業が急速に発展したのである。 剪定公の鋳物工場もこの交流に参画した。最初は地表近くに達した鉱脈を露天掘りしていた。しかしやがて掘った穴に大量の水が溜まるようになり、効率の良いポンプが使えなかったことから、行動を開発しなければならなくなった。フライシンガー・フェルスの鉱山を人々はフィヒテルベルクに神が下された玉物と呼んだ。最初に家が建てられると急速に成長し、 フィヒテルベルク周辺で産出する銀鉄を精錬する陽光炉を4つつ、甲府たちの町が出来上がった。フィヒテルベルクはバイエルン選定校のアムベルクの会計局、バルデックの地方裁判所管区に属した。鉱山監督局は選定校のホーフマルクを有する裕福な役職であった。1857年からは拡大してきたバイロイト地方裁判所管区に編入され、 オーバーフランケン行政管区に属することとなった。採掘とその精錬はフィヒテルベルクの経済機能そのものであったが、工業化の開始後、鉱山の産出量は次第に衰退していった。1859年3月26日に創業は停止し、1826年には鉱山監督局も閉鎖された。これ以後、経済的に加工してゆき、緑岩や、 加工岩あるいは木材産業だけでバランスを取ることはできなかった。多くの住人たちがこの地を去っていった。第二次世界大戦後になると、ガプロンツ、現在のチェコ領、ボヘミア地方のヤブロネクなど2層からガラス職人が多く移り住んできて、ガラスやボタン生産が盛んになり、フィヒテルベルクに2度目の流星期をもたらした。しばらくすると工業は、 その重要性を創出し、奥前コプフの南西六という魅力ある地理を生かして、主に観光業やウィンタースポーツの街都市変貌していった。フライシンガー行動は、バイエルン北部で最も古い鉱山であり、銀鉄鉱山としては、観光客が訪れることのできる世界唯一の鉱山である。フィヒテルベルクの町議会は、14議席からなる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。